前回までの神様町の話、亀山はパルミックスとコラボし、ミューレンソーというゲームをオリジナルの楽曲を作るというハウスルールを用いて遊んでいた。しかし、亀山はパルミックス後藤さんの作る不思議な楽曲の前に苦戦を強いられていた。赤ちゃんのマウンテンチャンネル。まあね、その頭の中でファーストインプレッションみたいなのがきっとみんなあるでしょ的なね。まず売れるか売れないか考えましょう。はい、売れないんじゃないかなって考えました。すごいね。絶対これは売れない。俺も思った。売れない曲作っちゃう。殺してくんねえか俺のこと。じゃあ行きましょう。はい、せーの。もちろん最初にこれ作ったじゃん。こうなっちゃったけど、あのこっちです。いや、俺はそれはこれだと思った、俺はもうあいやって聞こえたんだよ。あ、なるほど。多分思考回路は多分一緒だ。もう読めた。このやつ北欧系かと思ったんですよね、俺。だからモルカルみたいな曲が作れない人だからこその多分そうタイトルからもうそ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 うやるしかないっていう。あ、これはかなりむずくないですか。これすり合わせれるかな。これだって視聴器の同じ視聴器に入ってますね。これが好きならこれも聴いてに入っても絶対出ない。なんならここれのソロプロジェクトこれなんじゃないかっていう感じ。確かに、まあ、こいつは多分まあ絶対会話もしてます。会話もしてますね。仲もいい。ツアー回る。ツアー一緒だ。おっと立ちました。いやーなるほどな。ピューンドゥイドゥイドゥイ。いやーこれかな。俺もこれかなっていうのが、はい、僕はなんかね未来を感じたんですよ。未来を感じたんですよ、僕たちはな、みたいな。曲タイトルに直結してそうって思っちゃった。ああ、なるほど。多分俺はリサさんと同じ。はい、寄せた方がいい。はい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 。そういうことですね。そのパターン俺やったんで、それを外してくるかどうか。じゃあ行きます。はい、せーの。いやまあ、そう、名前って言われちゃったらもうそれになっちゃいますよね。それは確かにね。俺ちなみにこれでしたから。あ、こっちです。ですよね。なんかね、この未来感が、テンドゥっていう、なんかその、あの、音が多分、あれですよね、完全電子音楽だし、なんかそういうイントロなんだろうなが、俺の中ではぴったりこっちだったの。でも、こっちの題名、題名と惑わせたりとか、なんならこっちとか、そういう。いや、これも確かに。それもめちゃくちゃ意識して。いやー、近しいから流したいのもあった。あ、なんかこれはむずいよ。こういうのもあるね。でもこれはすり合わせでそうじゃないですか。こいつグリーンのあれなんですかね。パンパンなのは。あの言うてこれこういう音楽出されたら4つともありえるなっていう感じもちょっと。でねこいつもねサブから好きなんですよね絶対。一分経ちました。はい。え、これ今の何の音？私の頭の中に なってる音が。ああ、なるほどね。はい、俺たちとするならば、今あの出たそのヒントの中で、まあ、おっしゃった電子音ではないが、結構ヒントですね。結構ヒントだと思うんですよね。こいつら、電子音使ってないみたいな。これは電子音だろうっていうのはもう消え、はい、電子音じゃなさそうなのを選べばいいのかな。でも、そんなに大人しかねえだろう的な、はい、雰囲気でっていうならば僕はこれだなっていうのいきますよ、はい、せーの。他のは大体ここら辺も電波ソングっぽさがすごい。でもこいつとこいつは多分だからこら辺電波ソングっぽいの歌われたらめっちゃ迷うんですよ。こいつちょっと電子音も入るけどちょっとロックっぽい感じのあれは入りますよね。アニメのジャンルがちょっと違う感じ。違う。そう、多分デレレレレレレレみたいな感じの。ちなみにどれだと思う？やっぱり。ああ。おお。写真？うわ。うわ。なるほど。この人が歌ってはいない気が。ああ。ミュージックビデオでこの人出てますぐらい。そうそうそう。これは女優さんなの。真ん中だけちょっと異色ですか。真ん中だけ急にちょっと時間です。はい、じゃあ曲流します。ツッタンタラダンツンタンタラッタラッツタタッタラッタラッツみたいな。ああ、はい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 。ああ、どっちかな。これかな。これな気がするな。俺聞いた時に別にこれ見ずになんか
雨が聞こえてきたんですけど、はい、でもどっちも雨についてんなって逆に俺が言ったことでずれる可能性あるな。勝ちました。じゃあ行きますよ。はい、せーの。よかった、よかった、よかった。すごい。よかった。ちなみに俺これでした。ああ。これとこれで迷ってほしいんです。なるほど。まあこれもちょっとあるんですけど、この3つ、ね、なんかソロプロジェクトっぽい感じというか、うん、あギターが入ってなくてスタンタンタンみたいな、チャチャラチャラみたいな。こいつなんか俺バンド音なんですね。これの中で。やべえ。回ってきたよ。回ってきた。もう勘弁してくれよ。勘弁してくれ。似てる雰囲気だろうな。結構ありますね。こいつとこいつ同じ作者じゃないみたいな感じが。まあまあまあ。ファーストとセカンドあるけどみたいな。もう違う人作ってるのかなっていう。マジで。でももうやばい。もうあと5秒しかないのに。やばい。何も思い浮かばない。せめてあと20秒ください。いいよ。勘弁してください。ってことは多分ここのドラムが。あれだろうね、解散した後にボーカルになってそういうパターンでしょうね。本当ボーカルやりたかった。いきます。俺は分かりました。分かんないです最初絶対ドラム音じゃないですか。で、テンポ意外と遅いと思うんですよ。なんでしょう、まあ直接的な言葉でしかなかなか説明できねえな。あんま新しくはないと思います。曲としては僕は新しい感じではないだろうなっていう感じ。そう、どれだろうな。どれだろう。難しいね。直接的じゃない言葉で何か説明できる言葉ないかな。ジャンルでもなく宗教でもない。あむずい。でこれむずい。むずいかもしれない。ここ優勝される可能性すげえある。これちゃんとしたルールでやりて確かにね。本当に、はい、それじゃあいきます。はい、せーの。それはですね、僕はですね、こっちだったんですよ。ああ、そうか。はい。ああ、ま、5枚じゃないですか。これで、多分僕は5枚揃いました。おお。いや、絶対これですよね、だってね。絶対、だって今のだって絶対キングクリムゾンに影響受けてるもん。絶対キングクリムゾンのフォロワーバンドだもん。これはけど、多分勝てた理由は全く音楽がわからないからっていうのがあるいや確かにね、その散らせるよ。そう、知ってる組と知らない組で結構意見が分かる。分かるかもしれない。すげえ面白い。収録外でやりたいですね、これは。うん、多分これ企画としてやらないのが一番楽しい。いや、そういうことですよね、きっとね。とまたやりたいですね。やりたいですね、これぜひぜひ。ちょっと本当に今度はカメラマンとして俺は撮る。勝ったのは、はい、どうもありがとうございました。ニューレンソーはですね、やってやらせていただいたんですけども、はい、どうでした？なんかね、僕は作る側じゃないですか、僕らは。だけど、なんかね、その逆に情報量多すぎてわけわかんなくなってしまう感じというか、そのでも、いや、ちょっと待って、80年代ここ、いや、90年代の前半かなみたいな。ちょっとね、そう、深読みしてしまうっていうのがすごい難しかったんですけど、めちゃめちゃ面白かったっす。面白かった。面白かった。これはプライベートでやりたいレベル。プライベートでマジで実際の楽曲とかも使える感じで。そうですよね。そう、それもそのバージョンもまたちょっとやりたい、やってみたいなっていう感じはあります。そっちだとめっちゃ逆に情報が精査されてるんで、またちょっと違ってくるでしょうけど、まあ、YouTube は、YouTube 先生がやっぱりね、すぐ解除して公表するんで、著作権がって言ってくるじゃないですか、はい、ディズニーかみたいなね、感じなので、ちょっとね、僕らが作らせていただきましたが、はい、楽しんでいただければ幸いでございます。ね、なんで急に硬くなったの？というわけで、今回のゲストは、パルミックスのお三方でございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、上白山さん、今回は終わりでーす。どうもありがとうございました。しくじっちまった。ろくな人生じゃなかった。俺があの時あれをしてればこんな
人生じゃなかったのかもしれねえな。おい、あんた、俺の御所の頼みだ。これを駅の方まで待つ、あの子に届けてやっちゃくれねえか。アパーチャンネル、マウンテンチャンネル、See you next time!